ご機嫌いかがですか？光岡翔太です。僕のデビューシングル「星影の里」が今年の1月20日に、発売されました。覚えやすい、歌いやすい、そんな歌になっていると思います。ぜひ皆さんで、カラオケや、発表会なんかでぜひ歌ってください。僕のトレードマーク、この蝶ネクタイなんですけど、僕は気合を入れて歌う時に必ずこの蝶ネクタイをして皆さんの前に、出ていくんですけど、今日もちょっとこんな感じで、これはジャケット写真の蝶ネクタイで、これはいただき物なんですけど、結構いただいたりとかもして、皆さんに蝶ネクタイの演歌歌手として、覚えていただけたら嬉しいです。これから全国各地、キャンペーンでお邪魔させていただきますけれども、ぜひ皆さんで遊びに来てください。詳しいスケジュールは、僕のホームページやブログで、お知らせしますので、ぜひご覧ください。以上、蝶ネクタイの演歌歌手、光岡翔太でした。夢も半端な男のままじゃ、君も望んでいないはず。ごめんよな、勘弁な、今は帰れぬ星影の里。